これはアスメタが作ったヘッドセットでそこの中の太極拳の、えっと、シミュレーターというかトレーナーみたいな感じで,で解像度すごいやっぱりこの Quest2 で綺麗になってあとあんまりこう頭を動く時のズレがないのですごい気持ちいいですね <music> こんにちは伊藤浄一です 今日の Web3 t ー u では、メタバースとは何かっていう話をしたいと思います。メタバースは、ネイル・スティーブンソンっていうサインスフィクションライダーが、1992年に、スノー w c r a s っていう本の中で定義した話で、でそれ一つの世界の中でいろんな人たちが、まあ、いろんな方法を使って参加して、そこで物を交換したり、あのまあ、人生を送るようなあの、バーチャルワールドなんですけども、 ただ、メタバースの特徴は、ゲームと違って、ゲームだと一個ずつのゲームにバラバラの世界で,で、一つのゲームから他のゲームにアイテム動かせないんだけれども、メタバースはインターネットと同じで、一つの世界の中で、たくさんのゲームとか、たくさんの人たちが、あの、コミュニケーションできるっていうのがメタバースの特徴で、で、もう一つは、immersion っていう言葉があるんだけれども、いかにそこにいるかっていう気持ちになるのが重要なので、だから最近はバーチャルリアリティとか、 オーグメンテッドリアリティとかそういうこうイマーシブな 3D の方がメタバースっぽいって言うんだけれどもただ元々のスノークラッシュの方の中ではもうキーボードだけで参加してる人たちもいるのでそういう意味でまあ多様な方法で入ってくるんだけれどもまあ限りなくそこにいる気持ちになるっていうのはメタバースのもう一つのポイントだと思います あの、メタバスのルーツはたくさんあって、一つは、まあ、ゲームの中でアイテムの交換とか、ファイナルファンタシーとかあるんですけど、もともと MUD っていう、Multi-User Dungeon ーーっていう、Multi-User World ーーーの中では、まあ、使用権があるアイテムとかっていうのがオンラインロールプレインゲームですね。で、この Imersion の方は Virtual Reality から来ていて、Virtual Reality っていうのは、MIT に80年代後半にいたスコット・フィッシャーっていう人が、 NASA の View Project というのがあってで、これはシャトルの中のいろんなコントロールとかのシミュレーションをするための Telepresence レレと Virtual World の実験があってで、そこからデータグラフとかのが生まれて、あの、現代の Virtual Reality になってくるんですけども、だからもう長年ずっと Virtual Reality っていうのは、あの、流行ればこう消え、流行れば消えっていうので、何回かのブームで、まあ、今回こそ Virtual Reality を定着しそうで、あの頃夢だったような Virtual Reality が、もうこの あの、クエストみたいなので、普通に買えるようになったので、本当になんか今回、Virtual Reality が定着しそうな感じします。で、まあ、メタバースの定義はたくさんあって、本当にこの 3D World みたいなものをメタバースっていう人もいれば、 オンラインで言うと NFT のゲーム、例えばあのサンバックスみたいなのもメタバースっていう人もいるので、画面で 3D のもあれば、結構平面でもメタバースっていうのもあるんだけども、ただ重要なのがこれからそのブロックチェーンとか NFT を使って一つのゲームでやったものが他のゲームで使えるっていうところがポイントで、で今 Facebook が自分の会社の名前メタに変えるぐらい、 自分たちはメタバースの会社だって言ってるんだけども、で、このエクスペリエンスとして、イマージョントじゃすごいし、今、ボクシングゲームを友達とできたりするんだけども、ただ、Facebook の外の世界とできないので、だから、One World っていう意味では、Facebook のメタバースじゃないんじゃないかなと思う人はいるけれども、多分 Facebook からすると全て自分たちが One World になると思ってるのかもしれないので、まあ、これは、あの、これからのバトルになるかだと思います。 サイバースペースとメタバースの一番大きい違いは、サイバースペースっていうのは、ただ会話だけする。例えば、あの、オンラインチャットだとか、ツイッターとかもサイバースペースなんだけども、メタバースってなんかこう、あの、人に渡したら自分のがなくなるような NFT っぽい、あの、行動だとか、価値がもうちょっときちっとあるので、だからもちろんメタバースは一種のサイバースペースだけれども、サイバースペースだけって言ったら、あの、ただのコミュニケーションチャンネルでもサイバースペースっていう感じをします。 前からメタバースにも流行っていて、でずっとメタバースを作ろうとしている人たちはたくさんいたんだけれども、今回 Web3 によって、このオーナーシップとかコラボレーションとか、一つの世界をこのブロックチェーンで作れるっていうのが、まあ、生まれてきて、メタバースが実際本当に価値がある場所になるっていうのがなんか存在できそうになって、みんなワクワクして盛り,盛り上がってるんじゃないかなと思います。あの、 まあ多分メタバースの人からするとメタバースの中に Web3 があってで僕はどっちかっていうと Web3 のレンズから見てるから Web3、まあ、はオンライン 決済とかダ o とか、まあ、全部クリプトも含めて Web3 で、そこの中に、こう、Immersive Experience のところがメタバースだと思ってるんだけれども、で、僕もメタバースの定義の会議とかに入ってるので、まあ、それはどっちから来たかによって、どっちの方が大きいっていうイメージはあると思うんですけど、まあ、個人的には僕は Web3 の方が、こう、文化とかフィロソフィーのところが入ってるので、大きい概念かなと思います。メタバースがどういうふうに役に立つかっていうことに関して、 まずこれ元々のあのメタバースが出てきたスノークラッシュの本にも出てきたんだけども、こうリアルタイムでコミュニケーションできない人はタイプで入ってたり、そういう意味では障害持っている人たちだとか、アクセシビリティはメタバースというのはまあいろんな多様なあの参加の仕方があるというのは一つ特徴だと思うし、あとやっぱりイムーシブだ,ってだし、すごくリアルな感じなので、例えば教育がすごくこう、あの、多様な教育の学び方の人たちでもメタバースで学べるとか、 こう感情的にこう深くあの感動するあの。例えばコンサートメタバースで見るとすごく気持ちいいとか、レクチャーを聞くときにはすごくリアルに聞こえるとか、だからいろんな人間の体験がメタバースだとただ、例えばただのタイプだったら感じられないものもできてくると思うので、だからアートだとかコミュニケーション、アクセサビリティ、あとあの、教育、こういうところにはメタバースはあの伸びるんじゃないかなと思います。 うん、もうすでにメタフォースみたいなところに住んでる人たちって結構いると思うんですよね。ゲームずっとやってる人たちはまあ,ある種メタフォースみたいな感じだし、お金のことばっかり考えてる人も、実はお金ってサイバースペース、メタフォースの中なので、だからバーチャルの世界に自分の価値だとか、こう気持ちがいってる人たちはもう半分、片足メタフォースに入ってると思うので、だから今までメタフォースに興味なかったような人たちが、 まあ今、いろんな新しいツールで入ってくると思うし、もう多分その人によると思うんだよね。メタバース全然使わない人がいれば、メタバースがすごく好きで、メタバースがなかったら生活できない人たちもたくさん出てくると思うし、まあ、この多様性が人間なんじゃないかなと思います。皆さん、いかがでしたかぜひ質問などをコメントに入れてください。で次のビデオは、このメタバースのコメントとか質問、それと NFT とはのコメントとか質問に対して、 返事とか答えをあのビデオにしたいと思いますのでまた今度それでは